本日は、日曜日の、昼下がりですね。この時間時にちょっとね、白ワイン飯をいただきます。白ワイン飯というのはね、白ワインをお酒に、ちょっとつまみをつまむという、まあ、非常にシンプルな、わかりやすい意味合いと込められています。それが白ワイン飯と言います。というわけで、こちらのね、食材を使って、ちょっとね、今から酒のつまみを、作っていきます、ね。オニオンスライスのサラダからね、作ってます。卵ね、玉ねぎ半分こうぐらいをね、ちょっとスライサーで薄くスライスしました。こちらはね、この後ちょっと一番最後のパスタに使うね、玉ねぎ、ちょっとみじん切りにします。こちら氷水でね、ちょっとキンキンに冷やしてます。このオニオンスライス。で、こちらの残りのね、半分の玉ねぎは超、みじん切り、粗切りかな。こちらのナスビね、これも酒に、こちらのナスビなんですけどね、こちらちょっと酒飲んで酔っ払う前にね、包丁で使ってね、切っちゃいたいと思います。酒飲んで酔っ払った後にね、ちょっと包丁使っちゃうと、手元危ないんでね、切っちゃう場合があるんで、指を。酔う前に、まずこれから、先にもう包丁で切っちゃいます。じゃあ先ほどのね、オニオンスライス。これに、なんだっけ、さっきの、ペッパーハムと、あとシーチキンのね、缶詰、ツナ缶とフレンチドレッシングをね、入れて、今、混ぜ合わせました。で、ここでちょっと大葉ね、シソの香りがね、絶対必要なんで、このサラダには。ちょっと今、入れ忘れたから、今から切ってね、こんな風に入れます。次は、ちょっとこの目玉焼き用のね、フライパン。こちらを用いましてね、卵焼きを作りたいと思います。先月ね、人生3度目の卵焼きに挑戦したんですけど、思ったよりうまくできた。まあ、うまくっていうか、まあ、一般的から見れば、まあ、普通なんですけど、まあ、失敗はしなかったっていうことでね、今回4度目の、卵焼きなんでね、多分うまくいくんじゃないかなと思います。で、今回普通の卵焼きじゃなくて、このベーコンね、これを間に挟んで巻いて交互にね、ちょっとできるかどうかわかんないですけど、やってみたいと思います。交互期待しないでね。これから卵焼き作るんですけど、出汁をね、入れるの忘れてた。この卵焼きの中身、味。これ入れないと味がしないんで、ちょっと砂糖。このぐらい。で、塩。で、こう肝心なプロの味。鎌田の出汁醤油。ウェイ。で、最後、ちょっと、本出汁。ウェイ。この感じ。終わり。ちょっといいベーコンをね、この、まず目玉焼きの、この、目玉焼きじゃねえよ。あ、卵焼き専用のフライパンに並べて、ちょっとこう、焼いていきます。あ、4枚までしかね、ちょっと、入んないですね。で、残りの2枚はちょっと明日食べましょう。はい、こんな感じにね、ちょっとベーコンを炒めました。で、このね、ベーコンの美味しい油、残ってると、ここに、このね、溶き卵を流し込んでね、ちょっと卵焼きをね、これから作っていくんですけど、大丈夫かな？ちょっと、自信ないです。どうでしょう？ちょっといい感じに、仕上がったんじゃないですか？これ。まあ、これが表面なんですけど、ちょっと自分で自分を褒めてやりたいぐらいな、そんな感じの、卵焼きというか、目玉、卵巻きができました。これをこれからちょっと食べやすい大きさに切っていきます。こちら、ベーコン卵巻き焼き。もう切りたて熱々です。こんな感じになってますね。最後のおつまみですね。ちょっとエクストラバージンオリーブオイルを使って、舞茸と、こちらなんだ、オクラか。オクラホマと、ホタテで、塩コショウ炒めをね、バター塩コショウ炒めをね、やろうかなと思います。こちらちょっと、さらに盛り付けました。ちょっとこれでちょっと味気ないんで、ちょっとね、こちら、裏技のパプリカ。これをちょっと、赤いやつを、シャレごとに振りかければ、こんな感じになります。とりあえず、白ワイン飯。前半の部できました。こんな感じですね。はい。マスカルポーレのような、豆腐と、まあ、オニオンスライスサラダ、温玉付き。で、これが、いい感じで成功した、あれだ。ベーコン卵巻き焼き。
これがさっきのね、ソテーです。今夜は白ワイン飯ということで、秩父、原作印の、白ワインでいただこうかなと思います。やっぱこのね、いいホタテのバターソテーはね、本当にうまい。やかましい。この肉厚の、なんていうか、ホタテとこの、舞茸。うまっ。今回オクラは下処理何も しないで、いつもだったらねここをちょん切って包丁で炒めるんだけど、めんどくさいから、要は食う時にこのちょん切る頭を残せばいいんだね、食いちぎって、そんな感じ、この方がいいわ、楽で。ここで、やっぱ安定の味の白っつうか白ワインといえば秩父の原作印の、ね、ワインなんですよ。こっちのね、わざわざベーコンをねちょっと間に巻きつけたこちら、ちょっとアイディアの勝利だと思うんですけど、味も、味も食ってみると、なかなかどうして、ベーコンの味とベーコンのこの塩気がね、いい感じかも。オニオンサラダもうまい。ちょっとこれ白ワインが止まらない。さてそろそろメインのチキンに行きましょうかね。こちらあの5時間以上前からあの水につけておいたパスタの乾麺ですけど、すごい柔らかくなります。はい、熱したフライパンに油を入れてね、ちょっと数時間前に切ったナスを入れます。ちょっとナスってやっぱり切っちゃうとね、あの変色しちゃうんですよね、この切ったこの断面が。ちょっとやっていきます。あのナスはね油をたくさん吸うんで、まあ、こんだけあったらねまずたくさん油を入れないといけない。はい、いい感じに、火が通ったらね、これ一回ちょっと移します。こっちのね、避難させます。はい、次はね、玉ねぎ、あのさっきあの数時間前に粗みじん切りした玉ねぎをね、ちょっと、あ、やばい、炒めてます。ここで、カンパチ入れずにこの鶏のね、この皮をこの下にして、焼いていきます。次に粗ごしトマトをこの中に入れます。ある程度ね、煮詰まってきたら、ここで隠し味、ハインツのケチャップ。これね、本当に味がね、力強く出ます。力強くね。はい、最終仕上げですね。これナスをね、さっき炒めたナスを放り込んでまたちょっと和えてます。いいですね。でこっちでは先ほどの、水漬けパスタをねちょっと戻してます。
これ今絡めてのさあ、ここで終わりではない、ここで本番なのがこちらです。はい全部多すぎた。麺で 150g ぐらい入れたんだけどね、ちょっとこの器に入りきらなかったんで、ちょっとこれだけ、ちょっとモッツァレラチーズをね、これ入れて、これでここからの、さてこれがラストステップです。もう皆さんね、何をするか分かりますよね。常備グリル OK、 これをここに入れての、あー、いい匂いだ。ちょっとこんな感じで、うん、食べたいと思います。ちょいとおこげのチーズがいいですね。うん、熱々のトロマのチーズインはうまい。この後の次の第2の楽しみはね、タバスコをたっぷりかけて食う、これなんですよ。皆様お晩でございます。今回はね、ちょっとこちらすき焼きのタレを使いましてね、ちょっと焼き豆腐と、肉ですね。今回すき焼きなんですけど、焼き豆腐と肉2種類しか、食べません。他にね、普通だったら春菊とか白滝、えのき、長ネギとか入れちゃうんですけど、今回はね、ただ単純にこれすき焼き味の肉をね、ただ単に溶き卵に絡めて、まあネギたっぷりね含めてね、ちょっと絡めてただ食いたいって、そういうね、ちょっと飲み企画なんで、ちょっとそれをね今回やってみたいと思います。でこの焼き豆腐ね、この肉のエキスたっぷり吸ったね焼き豆腐、これが本当の真の主食だと思ってるんだね。この2種類、いや、これとこれとこれか、こっち豚なんですね。豚と牛と焼き豆腐、これで今回ね、ちょっと楽しみたいと思います。肉豆腐の用意ができました。本当にこんな感じ、シンプル、焼き豆腐とお肉でいきます。しゃぶらしゃぶらしゃぶらかたぶら、考えてみたら、しゃぶしゃぶ用のお肉だったんで、すき焼きにはちょっと向いてないかなと思ったんだけど、まあいいや。さっきちょっとやってみたんだけど、ネギだくで溶きた、これほんと最高に素晴らしい味わい。まあちょっとね、肉豆腐のこの豆腐はまだちょっとお預け、たっぷり肉のねエキスちゃんを吸ってからの方がいい、まだちょっと早い。で、このいいお肉ちゃん、牛さんをたっぷりネギで、ネギと溶き卵に絡めての、今回秋味、冬に秋味、幸せ肉、牛も豚も両方うまい。はい、こちら秋味のショート缶の、追加でございます。うん、うん、ここでもはや焼き豆腐ではなく、これが本当の肉豆腐ですね。うん、あー、これがいいんだよ。でもすき焼きの締めに重要なお餅をね入れてます。
はい、ホッピーの追加です。よし、さてさて、夜勤上がりの一服といえば、といかもとい夜勤上がりの晩酌といえばね、濃いめのひとときです。今日平日だけど飲んじゃえ、ちょっと勢いがね怖いですね。こちら自分にとってすごくごちそうのナスの油炒め、これがね、あの昨日の残りの肉豆腐の残りの肉じゃない、残りの豆腐ですね。さらに熟成されて味がしみしみだと思います。そう、こういう構図で、素晴らしい。いただきます。油の吸ったナスのなんと美味しいことか。この世のね、食材でこんなに油と相性のいいものってナス以外にないんじゃないでしょうかと思う今日この頃でありました。しみしみです。ここで必殺のホッピーのおかわりですね。酒の締めに、シャウエッセンバージョンのね、これ何ですかね、まあチルド冷蔵チルドピザ、これをちょっとやっていこうかなと思います。これ案の定ね、市販のピザってあのまあ剥いてみれば分かるんですけど、あの中のチーズがねちょっと物足りない、チーズの量がちょっと足りないんで、トッピングとしてね、これちょっと先日使ったモッツァレラチーズ、トロピオチーズ、ちょっとこれをトッピングして、さらにこのね、ちょっとベーコンの甘煮も、これも加えて、さっき食ったね、あのペッパーハム、これもちょっと加えて、さらに、ピーマンと、生ピーマンと生玉ねぎの刻み、これもちょっと加えて合成にします。ちょっとここにね、まず、これ、ハインツの、ケチャップ、これを味付けにちょっと濃くして、でここで、ね、さっき言ったあのベーコン、ちょっと2枚ほど追加しての、ペッパーハムね、これも本当に適当に追加して、で刻み玉ねぎと、ちょっとこれ、あ、結構多いな、いいんだろうかこんなに多くしちゃって、すごい多いなこれ、こうたくさん盛りだくさんにして、で、ここで、とろけるモッツァレラチーズね。これを、全体に。
これで OK。 あとはオーブンレンジでね焼いて仕上がりです。こんな感じ。1段に入れて13分、14分でいいや。ゴー。はい、焼き加減、焼き具合はこんな感じになりましたけど、まあいいでしょう。はい、これがちょっとね、このあまり登場する機会のないねピザカッター、これを使ってこれを切っていきます。これ焼く前にね、このこれをちょっと使いたかった、あのニンニク、乾燥ニンニクのねチップね。いいや、明日も仕事だからちょっと控えめに、こう切って、あ、これ前もって最初に切っとくべきだったな。あっつ、ちょっと今回失敗したの。めんどくさいから4枚でいいかな。ちょっとめん、あっつ、うん、いいや、これでいいや。 OK、 Google いないけど OK Google。 はい、こちらピザーです。ピザーラではない、ピザー。ちょっと赤ワインでねいただこうかなと思います。タバスコをねかけるの忘れてました。私こう見てタバスコ好きです。パンチの効いたねものが好きなんです。特にこういったもの、うん、うん、こういったものは手が汚れるけど、手が汚れるものって、うん、酒のつまみにいいんだよな。はい、というわけで、酒の締めの締めの締めに、こちらね、まあ、今本日ね、12月25日、メリークリスマスってことなんですけど、消費期限1日過ぎた、ケーキね、いちごのショートケーキと、この、チョコ、このツートンをねちょっと楽しみたいと思います。もうねお酒なしで缶コーヒー。この年になってね酒好きでも甘いもの結構ねたまに食べたくなっちゃうんです。たまにねスイーツ男子になっちゃう自分がいます。うん、うん、まあやっぱ山崎は裏切らないですね。モンテールもいいけど、うん、毎年クリスマスの日はチキンをね食べてるような気がするんですけど、今年はチキン食わなかったな。ちょっといちごのショートケーキとこのチョコのケーキの贅沢な食べ比べ、うん、うん、まあ酒に酔った後のこういう甘いものもいいですね。まあ、Sincerely yours。